闇のゲームの始まりだ。全力で掴みを避けていけ。隣からそう煽られると腹立つなこいつ。今日も生き延びることができた。マリサが全力でずらしてる様面白いわ。殺そうこら。生きるために必死なんだぞこっちはよ。お返しします。やったぜ。戦闘横島からのこれは美味しい。シビアで難しいが中盤で焦れるとアドがでかい。セーフ。竹橋ならまだうちにずらしまくれば大丈夫かしら。スペースに猶予がないし。あそこで運気入りましたよね。正直ルイージ相手にガード張ったのが悪い。なんとでも言ってくれ。コピー取ってここから差を広げたいぜ。飛び道具1個あるだけで相当動きにくいでしょう相手さん。よしひとまずなかなかのダメージを稼げたぜ。よし竹橋なら内側ずらしでセーフだ。中央で掴まれないだけ相当マシそう。緑ボールで落ちろ。調子に乗るんじゃないぜ。これ狙って出せるようになったら結構便利だな。今までたまたまラッキーぐらいでしか当たらなかったしね。